どうもこんにちは、徳仮面です。今回紹介するのはこちら、GT レーシングのゲーミングチェアです。かなり箱が大きいです。GTD-RED-KD こちらのゲーミングチェア、組み立てを撮影したつもりだったんですけど録画ができてませんでした。すいませんでした。なので完成した椅子を見てもらうことになります。中にはこのような説明書が入っていて、この1枚で分かりやすく簡単に書いてあります。では実際 GT レーシングのゲーミングチェアを見てみようと思います。デザインがかなりかっこよくて気に入ってます。こちらは合皮ではなくてファブリックになってます。布みたいな生地です。通気性がかなりいいです。合皮と違って通気性がいいので夏に蒸れるっていうことがありません。ロゴの刺繍がいいですね。気のせいですかね、若干右下下がりに見えますけど、こちらのアームレスト、見た目は一瞬プラスチックかと思ったんですけど思いっきり押してみると少しへこみます。少し柔らかい素材でできてます。なのでこちらに肘掛けしてもあまり痛くならない構造になってます。わかるでしょうか。少しへっこんでます。ただめちゃくちゃ柔らかいっていうわけではありません。思いっきり押したら少しへこむ程度です。なので硬さはあります。やはり硬さはありますが少しだけ柔らかいって感じです。そしてこちらのキャスター、若干転がりが重いです。スムーズに転がりません。まあ普通に転がるので問題はないと思います。なので椅子を安定しておきたい場合はこのキャスターはいいと思います。頻繁に転がす場合はちょっと重たいかもしれません。滑り止めみたいな感じになってます。アームレストはこちらのボタンを上に押し上げることによって下げたり伸ばしたりすることができます。そしてこちらリクライニング機能がついてます。引き上げて椅子を倒し、このように倒すことができます。なのでゆっくりくつろげていいと思います。
こちらのランバーサポートあってもなくてもどちらでもいい感じがします。こちらのランバーサポートがあれば腰の痛みが少し軽減されます。ただ思いっきり後ろまで座ることができませんので、椅子に腰掛けた時に椅子と肘裏の間にだいたい4本の指の隙間が空くぐらいあります。なので奥まで腰掛けて膝裏がこの椅子につくようにしたい場合はこのランバーサポートは取った方がいいと思います。そしてこちらのヘッドレスト、これはあるとかなり便利です。かなり首の疲れが取れます。結構柔らかい素材です。こちらもファブリックなので夏にしていても蒸れることはないと思います。結構いい柔らかさです。こちらも柔らかいです。かなりザメモした感じは柔らかいんですけど、実際座ってみるとちょっと固めって感じですね。ただ私は固めが好きなのでこのぐらいの硬さがちょうどいいです。裏はこんな感じです。こちらにゴムを通すようになっています。これはワンタッチで取り外しができます。ここを押したらパチッと外れます。このように外れます。外すとこのように穴が開きます。なかなかデザイン的にもかっこよくてかなり気に入ってます。座り心地も問題ないです。これが半年、1年、3年と座ってどのくらい持つか試してみようと思います。今回の紹介は GT レーシングのゲーミングチェアでした。